阿部監督が開幕ローテの6名や勝利の方程式に入る選手を明言しましたが、そのことに関してはこちらの動画で詳しくお伝えしているので、こちらの動画もぜひご覧ください。今日から東京ドームに戻る前の最後のオープン戦に連戦となります。そのスタメンは1番にセンターで佐々木選手が入り、門脇選手と1、2番コンビを組みます。丸、岡本、坂本のクリーンナップで大城選手、小童話選手が後ろに続き、8番にはセカンドで吉川選手が入ります。現状のベストメンバーで開幕スタメンも今日のメンバー打順が有力になっていると思います。先発投手は前回登板で炎上したグリフィン選手で、相手先発はエース格の加藤選手となります。結果から見ていくと、巨人は日本ハムに1対5で敗れ、これでオープン戦は4勝6敗と2つの負け越しとなりました。4試合連続3得点以下と打線に元気がありませんが、来週の東京ドームからの爆発に期待しておきましょう。2軍ではイースタンリーグの開幕戦が行われ、大勢選手が実戦初登板となっています。そちらの試合も含めて今日の試合を詳しく振り返っていきます。このチャンネルは巨人を応援する巨人ファンのために、巨人やプロ野球に関する動画を投稿するチャンネルです。シーズンが始まれば、毎試合終了後の1時間以内にその試合の振り返り動画を143試合投稿予定です。コメント欄で視聴者の皆様と感想戦も行っていますので、ぜひチャンネル登録しておいてください。まずは投手の個人成績から見ていきます。球数の括弧内はストライクの投球数になります。先発したグリフィン選手は今日も立ち上がりから不安定で、初回には3つの四死球を出して3失点、2回にも4本のヒットを集中されて2失点と、2回を投げて被安打7の5失点と、前回のオリックス戦に続いて2戦連続での炎上となってしまいました。すでに決まっている開幕2戦目の先発に向けて不安しかない投球でしたが、2週間でどこまで修正できるでしょうか。来週にもう一度調整登板の機会はありますが、今日は変化球でストライクを取るのに苦労して、ストライクを取りに行った甘いボールを痛打されるという、今まで見たことのないような苦しい投球のグリフィン選手でした。ここまで投手陣全体がうまく調整できていて順調に来ていましたが、グリフィン選手の2戦連続での乱調は心配です。この動画の編集時点で阿部監督のコメントは見られていませんが、監督がどのような評価を下すのかに注目しておきます。2番手では松井選手が登板し、味方の守りにも助けられながら2イニングで3つの三振を奪い無失点に抑えています。また木選手や京本選手などとロングリリーフの枠を争いますが、グリフィン選手の炎上の後を受けた今日の投球は、首脳陣からの印象もかなりよく見えたと思います。シーズンでも先発が炎上してしまった後に試合を立て直すという役割も担いますが、その適性も十分にあるというところをアピールできました。3番手ではラモス選手が登板、今日も155キロ以上のストレートを連発し、チェンジアップで三振を奪うなど1イニングを3人で抑えました。今日の投球もかなりのアピールになったと思います。ランナーを置いてからの投球や変化球の精度などまだ課題はある投手だと思いますが、1軍でも通用するボールを持っているということはアピールできました。4番手では馬場選手が登板し、3者連続三振で1イニングを抑えています。これで馬場選手は今シーズンの実戦4試合連続無失点となっていますが、阿部監督の構想では開幕1軍に残れるかは微妙な位置となっています。大勢選手が間に合わない場合は入ってきますが、ここまでの結果を出しながらブルペン陣の中での序列はそれほど高くありません。それくらい今のブルペン陣が充実しているということですが、今日の馬場選手の3者連続三振は序列を上げる可能性もあるインパクトのある投球でした。5番手では高梨選手が今シーズン1軍初登板となり、制球を乱してデッドボールを与える場面がありましたが、1イニングを無失点に抑えています。ただ正直今の1軍ブルペン陣に割って入るほどのインパクトは残せず、
開幕1軍は難しくなるでしょう。シーズン中に高梨選手の力が必要になる時も必ず出てくるので、しっかりと調整をしておいてもらいたいです。6番手ではバルドナード選手が登板し、アウトすべてを三振で奪う好投でした。これまでの登板では球速が上がりきっていませんでしたが、今日は投じたストレートはすべて150キロを超えていて、かなり勢いのあるボールを投げ込んでいました。これで今シーズンの実戦は5試合連続無失点となり、開幕に向けて順調に来ています。グリフィン選手が炎上してしまいましたが、ブルペン陣は6イニングを2安打無失点、無四球とほぼ完璧なリレーを見せてくれました。シーズンでも先発が炎上した試合で、リリーフが粘って打線の逆転を待つという展開も出てくると思います。今日は逆転はできませんでしたが、ブルペンが今日のようなリレーを見せてくれると、チームの勝率も上がっていくと思います。続いて野手の個人成績を見ていきます。1番センターで出場した佐々木選手は、今日も俊足を生かした内野安打を放っています。このまま開幕戦も1番センターでの出場が濃厚となっています。打撃不振の門脇選手ですが、今日も併殺含む3打数ノーヒットに終わりました。今が底の状態で、これから上がっていくしかないので、明日以降結果が出ることを期待しています。岡本選手は今日はフル出場し、4打数1安打でしたが、長打がなかなか出ません。今シーズンの実戦44打席で、未だに長打は1本も出ていませんが、そこまで心配はいらないでしょう。小童話選手が2打数2安打と、初めてのマルチヒットを記録しています。しばらくヒットが出ていませんでしたが、これをきっかけに状態を上げていってもらいたいです。松原選手はランナーがスタートした場面で印象の悪い空振り三振。オコエ選手はスタメン起用されながら3打数ノーヒットと、今日はアピールできませんでした。続いてイースタンリーグの開幕戦の模様をお伝えします。開幕投手を任された井上選手は、不運な当たりもありましたが、6安打を打たれて3失点、6回を投げて三振は7個という内容でした。先発投手としての最低限の仕事はできていましたが、井上選手なので少し物足りない結果でした。このまま2軍でローテの軸として回ってもらい、チャンスがあればすぐに1軍に呼ばれるようにしておいてもらいたいです。復帰登板となった大勢選手は、ワインドアップのフォームで最速156キロを記録するなど、1イニングで2つの三振を奪い、三者凡退に抑えています。かなり勢いのある強いボールを投げていましたし、制球を大きく乱すということもなかったので、来週には1軍に合流できると思います。開幕メンバーに入るかは1軍での投球内容を見てになると思いますが、今日の投球を見る限りは何の問題もなかったので、開幕から大勢選手が守護神を務めてくれることになりそうです。1軍から参加の近藤選手も登板しましたが、味方のエラーも絡んで決勝点を与え、先頭へのフォアボールを含む2つのフォアボールを出す不安定な内容でした。1軍で好投した馬場選手とは対照的で、開幕メンバー争いから一歩後退となりました。野手の成績も見ていくと、1番センターでスタメン出場した浅野選手は、9回に同点に追いつくタイムリーを放ち5打数1安打4番サードで英才教育を受けるティマ選手は、公式戦初安打を放ち4打数1安打6番レフトでフル出場した秋広選手は、タイムリーツーベースを放ち4打数1安打という成績でした。控え内野手というポジションで開幕メンバーを争う湯浅選手と中田選手は、揃って2軍の試合に参加となっていますが、どちらが来週からの東京ドームに呼ばれることになるでしょうか。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。